昨日から海開き。問題ない。恥ずかしい。残念だけど、私は同年代の同性に比べれば体の起伏に欠ける。海はそれを思い知らされる。量以外は興味ないから問題ない。言わなければいいのに。ありがとう。リョウが喜んでくれるなら嬉しい。
子供じゃない。あれは迷子になったわけじゃない。星を見ていただけ。まだダメ。準備運動をしていない。まだちょっと冷たい。あれ？冷たい。反撃。目に入った。チャンス。かき氷、牛金時ミルクマシマシ。焼きそば、少しだけ分けてもらう。潮なぎビーチ海開き記念ベストカップルコンテストにようこそ。本日は5組のカップルの方たちに参加していただきました。はい、拍手。
このコンテストはカップル同士お互いの愛の深さをゲーム形式で競い合い、最も深く愛し合っているカップルが優勝というとってもゆるいコンテストになっています。ゲームは全部で3つ。今回は5組のカップルさんに参加していただいているので、1位から順に5点、4点、3点、2点、1点とし、一番点数を多く取ったカップルさんが優勝です。優勝したカップルさんには商品が出ますので、皆さん優勝を目指して頑張ってくださいね。おっと、早くも燃えているカップルさんもいるみたいですね。では早速ゲームを始めましょう。埋められた彼氏を掘り起こせ、モグラ彼女ゲーム。はい、拍手。このゲームでは彼氏さんに砂の中に埋まっていただきます。彼女さんには埋められた彼氏さんを素手で掘り起こしていただきます。砂から脱出した彼氏さんは彼女さんのほっぺにキスをしてあげてください。一番最初にキスをしたカップルさんがこのゲームの勝者となります。ちなみに脱出のために彼氏さんが頑張って動くのはありです。二人で協力して少しでも早く脱出できるよう頑張ってくださいね。スタッフの皆さん、彼氏さんを埋めちゃってください。どんな作戦？じゃあゲームを始めますよ。よーい、スタート。3番のカップルさん、早くも右腕を脱出だ。彼氏さん、自ら自分の体の上の砂をかき出し始めた。これはすごい。3番の彼氏さん、どんどん砂をかき出す。おっと、もう上半身を起こした。しかも彼女さんは示し合わせたように足元の砂をかき出している。3番の彼氏さん、砂から脱出。そしてそこからのふっ、1位は3番のカップルさんです。続きまして第2のゲームです。第2のゲームは彼女の声を聞き分けろ、コウモリ彼氏ゲーム。はい、拍手。このゲームでは彼氏さんに目隠しをしてもらい、その場でスイカ割りのようにぐるぐる回っていただきます。
離れたところにいる彼女さんは彼氏さんを呼んでください。その声を頼りに彼氏さんは自分の彼女さんのところに目隠しをしたまま歩いていってくださいね。見事自分の彼女さんのところまでたどり着けた彼氏さんは目隠しを取ってまた彼女さんのほっぺにキスをしてください。くれぐれも他のカップルの彼女さんに抱きついたりしないよう注意してくださいね。周りのお客さんたちもわざと声を出して彼女さんたちの邪魔をしちゃいましょう。って さあそれではスタッフは彼氏さんに目隠しをしちゃってください。それじゃ始めますよ。よーい、スタート。シリウス、ポラリス、ベガ、アルタイル、デネブ。アルファケンタウリ、プロキオン、カペラ。おっと、3番の彼さん迷わず歩き出したぞ。この状況で彼女さんの声がわかるのか。アクルックス、ベクルックス、ハダル、カノープス。すごいすごい、3番の彼さんずんずん進む。本当にその方向で合っているのか。アケルナル、ポルックス、ペテルギウス、アンタレス、フォーマルハウト、アークトゥルス、スピカ。量。三番のカップルさん圧勝だ。お見事。じさあ最後のゲームです。本日のラストゲームは二人で愛のキャッチボール、ラブラブトス&パスゲーム。はーい、拍手。最後のゲームは至ってシンプルです。彼氏さんと彼女さんで愛が詰まったビーチボールをトスし合ってください。ボールは足で蹴っても頭でヘディングしても構いません。とにかく最後までボールを落とさなかったカップルさんがこのゲームの勝者になります。さあ全てのカップルさんにボールは行き渡りましたね。では始めましょう。よーい、スタート。さあ各カップルさんたち順調に。
おっと、早速2番のカップルさんはボールを落としてしまったぞ。早くも失格だ。4番のカップルさんも落としてしまった。残念。さあ残すは1番と3番と5番のカップルさんたち。果たして最後まで残るのはどのカップルさんか。あ、ごめん。さあ残った3組はどこも安定してるぞ。と言ってるそばから5番のカップルがボールを落とした。これで残るは1番と3番のカップルのみだ。さあ愛のボールを最後まで落とさずにいられるのはどちらのカップルさんだ。あーと3番の彼女さん、ボールを大きく弾いてしまった。これは万事休すか。3番の彼さん必死にボールを追う。果たして間に合うのか。愛は届くのか。3番の彼さん、ボールが落ちる寸前に足で蹴り上げた。これはお見事。すごい、間に合った。そうこうしているうちに1番の彼女さんがボールを落としてしまったぞ。これでこのゲームの勝者は3番のカップルさんに決定。最後まで残った3番のカップルさんにはお決まりのキスをしていただきましょう。右ほっぺ左ほっぺとくれば残るは、健全。どこまでも健全なカップルだった。そしてそして総合優勝は3つのゲーム全てで1位に輝いた3番のカップルさん。あなたたちがベストカップルに決定です。それでは見事優勝してベストカップルに輝いた3番のカップルさんには賞品の授与があります。優勝賞品はこちら、人手の形をしたフロートです。おめでとうございます。星、海の星、
問題ない。織姫はもともとは天帝の娘、天帝は天の神様のこと。織姫はその名前の通り機織りの上手な働き者で、神様たちが着る着物を織るのが仕事だった。彦星は天の川のそばに住んでいた牛飼いの若者、真面目で立派な働き者で天の牛を飼っていた。天帝は自分の娘のお婿さんとして織姫と彦星を出会わせた。二人はお互いを一目見るなり好きになり、間もなく結婚してめでたく夫婦となった。二人はとってもラブラブだった。毎日が楽しくて、いつもイチャイチャしていた。そしてイチャイチャしすぎて、天の神様に怒られた。結婚生活が楽しくて仕方がなかった二人は、やがて仕事をしなくなった。織姫は旗を織らなくなり、彦星は牛を追わなくなった。織姫が着物を作らなくなったので、神様たちの服はボロボロ。彦星が牛を追わなくなったので、牛たちは病気にかかった。怒った天の神様は、二人を引き離した。天の川を挟んで、東と西に。天の神様も娘の織姫があまりにも悲しそうにしているのを見て、一年に一度だけ彦星と会うことを許してくれた。それが7月7日の七夕。7月7日に雨が降ると、天の川の水かさが増して、織姫は渡ることができず、彦星も彼女に会うことができなくなる。働かざる者、イチャイチャすべからず。イチャイチャしすぎてる？うん。リョウと一緒ならきっと大丈夫。どんなアルバイトにすればいい？
たい。